最高の舞台に上り詰めた。試合 GSC 体格管理委員長上裕一より正式に試合宣言でございます。認定しろ。この試合は今年1月4日東京ドームで幕を開けた2002年の GHC の戦い、今年最後の選手権試合の宣言がタイトル管理委員長上樋口によって行われています。続きましてチャンピオンの名前が呼ばれます。ウェーブ同門対決、このベルトは三沢か、あるいは元チャンピオン小川か。本日のメインイベント GHC ヘビー級選手権試合を求めるために一本勝負を行います。ワンコーナー挑戦者230ポイント、小川義成。2002年の総決算チャレンジャー小川義成。ワンコーナー GHC ヘビー級選手権は255ポイント、伊沢2003年へけじめの一戦、第5代チャンピオン三沢光晴。ウェーブ同門対決となった今宵の GHC の選手権試合、果たしていかなる試合が繰り広げられるんでありましょうか。第3代元チャンピオンと、そして対するは現チャンピオン第5代三沢光晴の戦い。今そのゴングが打ち鳴らされました。ウェーブ同門対決、三沢光晴対小川義成。さあ組み合った、押し込んでいったのは三沢。一発かなか、エルボーはかわしています。この辺りは小川がよく見ています。 1.4 東京ドームで始まった2002年の GHC の戦い、その2002年を締めくくる GHC はウェーブの三沢と小川の同門対決ということになりました。放送の解説は小橋健太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小橋選手もいよいよ来年、はい、この GHC ヘビーの戦いの中に入っていきますね、はい、そうですね、もう来年に標準を絞って、はい、はい、行きたいと思います。その小橋選手を迎え撃つのは果たして誰なのか、三沢が王者でいるのか、それとも小川が返り咲くのか。さあ素早い展開からここは力比べになりました。腕を取った、一回転、これをかわします。このウェーブ同門対決となったこの試合なんですが、小林さん、やはりやりづらさっていうのはありますかね。いや、もうそういったものはないんじゃないですかね。あ、そうなんですか、はい。お互いに手の内は分かり合っている2人ですよね。そうですね、もうそういうやりづらさとかいうような、はい、キャリアじゃないですかね、2人とも。なるほどね、はい、もうすっかりそれは割り切ってると思います、はい、はい。小川が飛んだ風車式のバックブリーカー、そしてカバーに入った、カウントはワンで返した。この風車式のバックブリーカーはかつてこの三沢が出していた技ですよね。そうですね、はい。さあ一転して静かな戦いになりました。三沢のファイトに憧れてプロレス界に入った小川義成、対する三沢光晴。キャリアは小川が17年と3ヶ月、対する三沢が21年と4ヶ月。ぐっと絞っているのは小川。この小川、今年の 4.7 有明コロシアムで4分20秒秋山からベルトを奪いました。そして2度の防衛戦に成功しています。田植との防衛戦 5.26 札幌、力王との防衛戦 7.26 代々木、いずれも下しているこの小川義成。しかし 9.7 大阪で高山の挑戦を受け王座から陥落しています。それからわずか3ヶ月での選手権試合ということになりました小川義成。三沢が指名してのこの小川の挑戦ということになったんですが、
この三沢選手が小川選手を評価するっていうのはどういったところからでしょうね。まあ、やはりもうテクニックももちろんないですしね、はいはい、やはりそのテクニックだけじゃないっていうところはやっぱり力量のこの試合、はい、そうですね、田上選手との試合、はい、やっぱりしっかり見せましたからね、はい、一瞬の隙をついて丸め込む、はい、あるいはあの得意技のバックドロップホールドで、はい、130キロの力量からスリーカウントを奪いましたからね。そうですね、やっぱり体格は全然やっぱり違う相手からやっぱり、しっかりそういう技で取りましたね、はいはい、チャンピオンらしい試合だと思いますね。なるほどね、はい、三沢と組むようになってからヘビーでの戦いということになっているわけなんですが、はい、まだベルトを持ったことによって一回り小川は大きくなりましたか。まあ、試合をやってみてやっぱりそういうようなものを感じますよね、はい、あ、そうですか、はい、今シーズンも当たりましたけど、ね、まあ、そういった自信、やっぱりそういったものを感じましたね。あ、なるほどね、はい、そう、三沢の頭を掴んでいます。この辺りも三沢の動きをきっちりと読んでますよね。そうです、今うまかったですよね、三沢に試合をさせていないような、あーと張り手からエルボー挑発した、そして三沢を振った、そしてアンフィップ、さあ上から掴んでいる、しかし三沢がフライングメア、今度は小川だ、小川が首投げか、三沢こらえ足をかけた。試合時間は5分を経過しました。小川が挑発しましたね。そうですね、それはやっぱり首をやっぱり狙ってますよね、あ、なるほどね、あの前哨戦でも後楽園ホール、はい、三沢に対して片足でのカバー、はい、ああいった屈辱的なカバーをするのが小川の小川らしさですよね。そうですね。そして 11.24 仙台ではこの小川と三沢当たりまして、小川が本部席にあったベルトを強奪する、はい、そういった事件もありました。そのベルトは札幌で返した小川、正々堂々とこの 12.7 横浜で奪い返すという小川です。ぐーっと今度はもう首に照準を絞りましたか。そうですね、首にやっぱりそのあれですかね、やっぱり爆弾を持ってますからね、はい、その首に照準を絞っている小川、完全に三沢の動きが止まってますからね。そうですね、結構やっぱりきついですよね、あの首攻めは。あ、そうなんですか、はい、ポイントをついてますからね、結構きついと思います。ダメージを与えられる、はい、そうですね、やはりエルボーもやはり食らわないようにやっぱり先にやっぱりスタミナを、スタミナ、そしてやっぱりそういった首を締めたりとか、そういうところでやっぱり先手先手いかないと。なるほどね、またエルボーを食らうと結構スタミナもなくしますからね、ダメージも残るし、ミサーはそのエルボーでもう状況を一変させることができますもんね。そうですね、まあ、あのエルボーは強烈ですからね、うん、本当に。そのエルボー 50発で 9.23 日本武道館では高山から GHC のベルトを奪い取ったこの三沢光晴です。初代王者三沢光晴が1年2ヶ月ぶりに第5代 GHC ヘビー級の王者に返り咲きました。あのエルボー50発、はい、あの試合は壮絶な試合でしたよね。そうですね、あの試合は壮絶な試合だったですね、再びエルボー、ここからです。あーと先頭もかわされています。そして首4の字固め、オーナーが本当に見てますね。そうですね、よく動きを見てますね、それでやっぱり必ずこう首に戻ってますね、はい、攻撃が、小川は90キロの体重ながらヘビーで戦えるというのはこういったところなんですね。そうですね、そういう技術を持っていると見てますね、さぐーっと締め付けている小川です。三沢が本当にプロレスができないですね。そうですね、自分の展開に持っていけない、そういう状況ですか。そうですね、まあ小川選手は先手先手いってますからね、はい、まあ、しかしここでダメージを奪っておかないと三沢のエルボーがあり、そうですね、
そこからやっぱり、ね、やっぱりきつくなりますからね、はい、エルボー食らっちゃうと。そうですよね、はい、この2人は98年の9月11日からタッグを組み始めて4年3ヶ月去年は GHC のタッグのベルトを共に掴んだこともあるタッグパートナーです。完全に小川がペースを掴んで試合を進めてますね。そうですね、まあ、コンサーは前哨戦2回当たってるんですけども、三沢は小川と戦うと疲れるっていうんですよ。思った以上に疲れるっていうんですよ。これはどういったところですか。やっぱり心的なものもあるんでしょうし、まあ、普通はやっぱり体重の軽い相手とか戦うと結構、体力的には、はい、疲れないっていうか、うん、あるんですけども、まあ、これだけ疲れるってことはやっぱり心理的なものも大きいと思いますよ、ね。はい、まあ、そういう心理戦を今ツアー駆け引きで行ってきた小川義成です。やっぱり駆け引きはやっぱ上手いですからね。なるほどね。あとエルボー2連発、まあ、こうしてエルボーを受けてしまうとちょっときついか。フランチャーとかわしている。小川がかわしました。よく見てますね、そして小川が、おっと小川が飛ばされました。ここはパワーで持っていきました三沢。ああ、しかし神バサミから鉄柵。一発を受けても必ず一発返しますね。そうですね。そして場外で一度鉄柵にぶつかる。あとエルボーで返しています三沢。この一発のエルボーが状況を一変させるんでありましょうか。試合時間は10分を経過しています。さあ三沢が飛んだ。エルボー推進だ。まともに捉えました。逆に小川はまともに受けてしまいましたね。そうですね。場外で共にダウン。さあカウントが数えられます。先に立ち上がったのは三沢光晴、はい、ここまではうまく小川がペースを掴んでいたんですが、一発のエルボー、そしてエルボースイシーダー、状況が一変しています。リングに返しました。そして三沢が戻ります。さあニュートラルコーナー反対側に飛ばして、そして今度はエルボー、重みのあるエルボー、そして今度はモンキーフリップ高々と上げました。小川戦では多用するこのモンキーフリップ。90キロの体重というのがこういったところ軽々と持っていかれちゃいますね。そうですね。でもやっぱりそのうまい受け身でやっぱりそれを、なるほど、ダメージを半減させる。ダメージを少なくしますね。邪魔ーホールド。さあいよいよ三沢がそのペースをつかみ始めました。フェイスロック顔面締め。10年前初めてシングルでこの三沢と小川が戦った時、あの時は5分9秒顔面締めで敗れているこの小川義成。平成4年1月18日のことでした。あれから10年。それから2度目のシングルは2年前、平成12年4月15日、日本武道館。あの時はタイガードライバーで13分21秒、三沢が勝っています。そして3度目のシングルは去年、平成13年 4.4、GHC ヘビー級の初代王者を決めるトーナメントで、岡山で当たりまして、小川はバックドロップ12発、しかし三沢のタイガードライバー3発と、そしてエメラルドフロージョンで敗れています。今宵が4度目の対戦ということになるこの三沢対小川。さあ三沢が飛んでいく。そのままカバーした。体重乗ってましたね。そして今度はタイガードライバー。さあカバー、おっと頭で挟んでカバーをかきました。こういう風にパワーあるいは体重で持っていかれると小川としてはきついですね。そうですね。はい、長逆に言えば三沢としては攻め時なわけですね。そうですね。スライディング。さあ小川が苦しい状況です。しかし
選手権試合ではそういった苦しい状況をくぐり抜けて、あと体を預けていきましたが、よく見ていました。防衛を重ねてきた小川、こういったところから相手にダメージを与えていく。そうです、今よく見てましたね。場外で大の字動けません三沢光晴、そのまま自分の体重で場外にぶつかっていってしまった。まさに自爆となってしまった三沢。第5代のチャンピオン三沢、対する元チャンピオン第3代チャンピオンの小川義成、策に振ります。そしてもう一度三沢を捉えて、今度は花道です。花道でいかなる攻撃を仕掛けるか。掴んだバックリバード、危ないぞ、これは危ないぞ。エルボーでかわしている。三沢が小川を振った、帰ってきたところエルボーかわしている。花道で DDT を放ちました小川。エルボーをうまくかわしましたね。かわして DDT に持ってきましたね。ことごとく三沢のエルボーをかわされてますね。そうですね、まあ小川選手本人もやっぱりそのエルボーを食らっちゃいけないということはよく分かっていると思うので、サバックを取っている。バックドロップ1年8ヶ月前のあの 4.4 の岡山ではバックドロップ12発、1ダースのバックドロップがあったが、今日は2発目カバーにはいきません。数を重ねるんでありましょうか。試合時間は15分を経過している。3連発、さあようやくカバーに入った。2002年を締めくくる実施を迎え4連発、さあもう一度いく5連発、まだまだいくか、まだ起こす、まだ起こします。三沢を起こします。そしてエルボーでかわしている。円錐切り、そしてバックに回ってバックドロップ、サッカーに入った。カタセット岡山ではバックドロップ12発を放ちながらもエメラルドフロージョンに散った小川。さあ今度は赤コーナーに振ってエルボーで迎撃された。ローリングエルボー、しかし続けることができません三沢。ダメージが残ってますよね。このローリングエルボーも力が重みがありましたね。そうですね、これを受けるとどうなんですか。きついですよ。そうですか。さあ今度は雪崩式に小川が放つか。トップコーナーからブレンバスター、雪崩式持っていった。これもカウンターするバックを取っている。足を取る、手を取った、おっと、あ、カバーに入った、カウント。さあ、一瞬の隙の付き合いになってましたね。そうですね、今もうまかったですよね。もう一度行くか、バックドロップの体勢、バックドロップ、まだホールドはしません。この小川の得意技はバックドロップホールド。三沢のバックを捉えた、バックドロップ、まだカバーに行きません。これ後頭部から落ちてますよね。そうですね。これ存分に三沢のその力を奪っておきたいですね。もう一度いった、だいぶきついと思いますよ、はい。そして4の字ジャックナイフ固め、これも観察、三沢光晴、元チャンピオンが小川義成、鉄柱にぶつけた。そしてバックを捉えてもう一度いった、バックドロップ、さあカバー、これもカウンター2。下が悔しいでしょうね。
今一発鉄柱にぶつけて、そういうところもうまいですよね。なるほどね、まあ、こういった小川は鉄柱を使った攻撃であるとかロープを使った攻撃であるとか鉄柵を使った攻撃、そういうのをうまく入れてきますよね。そうですね。もう一度いったバックドロップ、そしてホールド、奪うか、これもカウント2、崩れました。リングを叩いて悔しがる小川、そして顔面汗びっしょりのチャンピオン三沢光晴。小川先に立ち上がった、かわしている、バックを取った、バックの取り合いになっている、タイガードライバー、2発目のタイガードライバー、しかし三沢がカバーに行けません、小川もカバーに行けません。さあ果たしてこの試合はどういう風になってしまうのか、ウェーブ同門対決、2002年の総決算、小川義成対する2003年に数多くの敵を迎え撃つためにここでけじめの一戦を生きておかなければいけない三沢光晴。さあ両者がようやく立ち上がりました。エルボー画面を気にすり、もう一度いった、三沢を、小川が三沢を飛ばした、エルボー、きついですね。今のはいい角度で入りましたね、はい、さあ途端に小川の動きが止まりました。さあここからは三沢か、再び行く、はい、クロスか、あとは DDT、 さあ今度は小川が先に立ち上がるか、三沢三沢でリング上で大の字です。小川が先に立ち上がります。試合時間は20分を経過しました。エボバックを取っている、おっと、おーと丸め込んだ、さあ一気に動き始めるか、クールボーライカード入る、カード、こういう丸め込みでベルトを奪取しましたし、そしてベルトを防衛してまいりました。さあもう一度いった、カード、まだカウント3には至りません。エルボー20分を過ぎてから動き始めました。さあエルボーを打った、連発で打ちました三沢光晴。小川がちょっと苦しくなってきたか、もう一度エルボー連発、大の字になって倒れました。一瞬の隙を突いて丸め込むのは小川、うまいですよね。うまいですね、今の連続攻撃は危なかったですよ、しかし三沢のエルボーを受けています。自らロープを取りましてランニングエルボー、さあ満を持してカバーに入った、防衛か、なんとか右肩を上げました。小川が苦しくなりました。さあ今度タイガードライバー、そしてカバーに入るか、これもカウンター2、共に苦しい状況ですか。そうそう、今共に苦しいですよね、先ほどのバックドロップ連発、あれが三沢選手には効いてるでしょうね。相当まだダメージが残ってますよ、それだけにあのエルボー連発でもスリーカウント奪われない。そうですね、あとコーナーパッドに頭をぶつけました。そしてあ、かわした、バックドロップの内政だ、丸め込んだ、カバーした、カウンター2、これもカウンター2、突きをついてきます、チンクラッシャー、そしてあーと左右の連続エルボーからランニングエルボー、まとまりいった、防衛か、これもカウンター2、元チャンピオンの意地が肩を上げました。そのプライドが肩を上げています。しかし三沢タイガードライバー、カバー、これも返している、ここまで来るとトップの位置ですね。
そうですね、ベルトを巻いたというその意地が肩を上げています。さあしかしエメラルドだ、エメラルドだ、リサーボール成功、同門対決のエメラルドクラーザ。2002年輝いた小川